テレサ司教の話通り優等生なんですね。はい、これはムーンライトスローンの派生応用技術です。性能もパワーも本物のムーンライトスローンと比べられませんが、携帯可能で個人の作戦で使えるという利点があります。しかし今必要なのは崩壊エネルギーを転換するパワーです。装置はすでに起動しています。生物識別システムが認識した後、あなたの体内にある崩壊エネルギーを吸収し転換を始めます。ですがあくまで応急です。隙の輪はあなたを完全には治せません。もう少し自分のことを考えてください。それと治癒による拒絶反応もそろそろ始まります。弱音を吐かないんですか。強い子ですね。ですが辛い時は我慢する必要はあり、拒絶反応は長く続きません。目を閉じて楽にしてく、私が守りますから。どうでしたか。少しは良くなりましたか。ならいいんです。お礼は私ではなくアインシュタイン博士に言ってください。少し確認します。ええ、顔にあった痕跡もだいぶ消えましたね。ですが完全になくすには専門的な治療を受けないといけません。安静にしてくださいと言いたいところですが、その調子では。まあ構いません。月の輪を装着すれば侵食がひどくなるようなリスクは防げるはずです。あの、約束してくれるなら任務復帰を許可しましょう。メイ隊長との約束があるんです。つまりやむを得ない時はこの約束を守れないということですか。うん、正直者というか真面目すぎ。わかりました。最悪な事態にならないよう努力しましょう。簡単に説明します。テレサ司教は第三小隊のセントフォンテーヌでの発見を重要視しています。そして私は彼女の依頼を受け、私がセントフォンテーヌに到着した時、メイ隊長はすでにあなたたちを率いて通信が遮断されたため、あなたたちと連絡が取れず、私は自分のやり方。しかしあなたたちを見つけた時、あなたとメイ隊長は意識を失った状態で、キャロル隊員だけが。次は私が質問する番です。それまで一体何があったんですか。巨大な怪物に仮面をかぶった金髪の男ですか。いや、とにかくキャロル隊員と合流した後、私たちはあの空中の城から撤退しました。おや、魔剣神器アラハトの城ですか。あれは名作ですよ。やっぱりベルトさんの意見は正しかったのですね。今の若者にとってもロボット作品はちゃんと需要があります。何でもありません。アテンマ城のままで行きます。話を戻しますが、私たちはアテンマ城を出ましたが、空中に浮いている階段はアテンマ城と地上をつなぐ唯一の道ですが、地上に戻った時階段の起点が変わったことに気づいたんです。鋭いですね。私たちは先ほどの巨大な断崖の近くで着地しました。あそこから少し離れ、つまり断崖の片方は
あなたのよく知っているセントフォンテーヌ、そしてもう片方は水没したエリアです。このエリアがなぜ不可視なのか今はまだ分かりません。あなたを探している途中でここがセントフォンテーヌの一部だということに気がつきました。断崖の横にある建物で体勢を整えようとしたのですが、怪物の襲撃が。あの怪物、今まで遭遇した敵と全然違います。動きが機敏で体型も大きく、最悪なことに奴はまるで虚空から現れたみたいに突如襲撃してきました。要するにあなたは吹き飛ばされたんです。全力スイングで飛ばされたボールみたいに。その結果あなたは